本校ではエストニア共和国の言語状況について述べる。エストニアではエストニア語のみが国家語とされているがソビエト連邦による占領の経験からエストニア国内にはエストニア語を介さないロシア語話者が多数存在する。エストニア政府は度重なる言語法の改定によって彼らの排除あるいは社会統合を企図し、その代えあって 若年層のロシア人はエストニア語能力に向上を見せた。しかし、エストニア語能力を有さない住民は北東部リダビィル県を中心にまだ多く存在し、その社会統合は課題として残されている。また、近年では第三の言語として英語が急速に浸透しつつもある。2011年国勢調査ではエストニア国内で国家語である。 エストニア語を母語とする者は886,859人であり、次いで、ロシア語母語ア者が383,062人、3位のウクライナ語母語ア者が8,012人となっている。これらを含めて25の言語に1000人以上の母語ア者が存在し、その多少規模なものを含めると、計157の言語がエストニアに母語ア者を持つとされる。また、言語として、 エストニア手話にも147人の母語話者が確認されている。エストニア語南部諸報ことの分布エストニア永住者の10.1%に当たる13万1243人がエストニア語の方言を話すことができ、内ボロ語話者は8万7048人、サールテ語話者は2万4520人、ムルキ語話者は9698人である。 これらエストニア語南部諸報とは、ソビート連邦の崩壊後に、復興の機運が高まり、地方言語と認定する法案も提出されているが、成立には至っていない。とはいえ、ボロ語とその文化に対しては政府を通じて、積極的な支援と資金援助が行われてもいる。2000年国勢調査における、ロシア語話者の分プロシアとの国境に近い北東部、 イダビル県ナルバではロシア語話者の割合が95%以上を占め、その他、イダビル県にはロシア語話者が過半数を占める都市が散見される。この大量のロシア語話者の存在は、第二次世界大戦期のソビエト連邦によるエストニア、第一共和国併合によって、ロシア人がエストニアに流入したことが原因である。エストニアには、ロシア人の他にも、 少数民族が居住しているが、政府報告書によれば、彼らのほとんどは母語を失ってエストニア語がないし、ロシア語化している。そのため、今日のエストニアに残された言語問題は、その大部分がロシア語に関するものである。エストニアの言語法第11条には、前提従者のうち、過半数の使用する言語がエストニア語でない、地方自治体においては、自治体内の実務言語として、 中略、エストニア語に加えて、全定住者のうち、過半数を形成する少数民族の言語を使用することができるとの条文があり、ロシア人が95%以上を占める、ナルバ市議会は、これに基づいて、議会でのロシア語使用許可を申請している。政府は、同市における、エストニア語の使用が、未だ保障されていない、として、申請を却下したが、ロシア人の側は、 非合法状態にはありながら公的領域においても、ロシア語の使用を続けている。2017年の調査では、国内の非エストニア民族のうち41%が、エストニア語の読み書きができると回答しており、全く話せないと回答したものは10%である。しかし、イダビル県に限れば、読み書きができるとするものは22%まで減少し、全く、 エストニア語能力を持たないとする者も,も22%に増加する。世代別に見れば、74歳以上の者は24%が読み書きできるが、19%は全く返さない。その一方で15歳から24歳まででは67%が読み書きでき、全く返さない者は3%に止まるなど、ロシア人若年層のエストニア語能力は着実に向上している。 一方、エストニア民族の側にも未だ、ソ連時代のロシア化の影響は根強く、2017年に至ってもその48%がロシア語の読み書き能力を有し、全く話せないとする者も,も5%に止まっている。しかし、これも世代別では15歳から24歳までの読み書き能力者は17%、全く返さない者が18%であるように、 若年層のエストニア民族もまた、ロシア化の影響から出しつつある。また近年では、歴史的に馴染みのない英語も、急速に浸透しつつあり、2017年の時点で、エストニア語とロシア語に次いで使用される言語となっている。同年の調査では、エストニア民族の37%、非エストニア民族の19%が、その読み書き能力を有するとされる。 しかしヒエストニア民族の英語能力はエストニア民族に比して格段に低く、また民族問わず50歳以上では、その読み書き能力者は10%程度に止まるなど、英語の浸透度合いには、著しい格差が存在する。教育問題については、2017年にはヒエストニア民族の保護者も、ロシア語学校でも幼稚園からエストニア語を教えることに79%が、 賛成するなど、社会投稿策は熱意を持って受け入れられている。一方、以降の初等、中等、高等教育においては、エストニア民族の保護者の7割以上が子供を、エストニア語学校へ通わせたいと考えるのに対し、非エストニア民族の保護者の志向はロシア語学校や、民族、言語混合学校、英語学校など、はるかに多様である。また、 肝心のエストニア語での教授能力に長けたロシア語学校の教師の不足はエストニア語による社会統合への妨げとなっていると指摘されている。国家の成立以前、エストニア地域における公式言語はデンマーク語、ドイツ語、スウェーデン語と支配者の移り変わりによって変遷した。同時にロシア帝国の支配が確立した後はロシア語が唯一公式の教授言語となった。 しかし、その文化領域での支配的言語は、エリートのバルトドイツ人が使用したドイツ語であり、17世紀にスウェーデン帝国によって設立されたタルット大学も、エストニア独立まで、ほぼ一貫してドイツ語を、教授言語としていた。19世紀初頭の濃度解放令によって、生まれ始めた、エストニア人知識層も、やはりコミュニケーション手段としてはドイツ語を使用した。 1922から1923年度の言語別中等学校への通学者の割合エストニア語ドイツ語ロシア語エストニア語イコールロシア語平洋ラトビア語だが多くのドイツ人やドイツ化したエストニア人が民族学的関心や啓蒙主義、ロマン主義に基づいてエストニア語の保存、収集を行ったことはその意図に反してエストニア人民衆の民族意識を覚醒させる 方向に働いた。やがて1918年2月に、エストニア第一共和国がロシアからの独立宣言を、なすと11月に制定された国語法によって、エストニア語がその国家語であると宣言された。これによって、出生、婚姻、死亡届や郵便物の住所もエストニア語で書かれるようになり、軍隊での公用語もエストニア語となった。一方、 革命後のソビエトロシア政権が少数民族の言語権を保障したことにこうし、翌12月には教育省令によって20人以上の同一言語使用者がいる場合にはその母語を教授言語とし、20人に満たない場合でも週3次元の母語での学習が認められるようになった。また、国会など公的な場でもエストニア語に加え、ドイツ語とロシア語が併用され続けており、 これには実用性のみならず少数言語の威信という側面もあった。1919年に成立した性のエストニア語化を歌う法律はさほど影響力を持たず中等高等教育においてはエストニア人であっても指定を文化的なドイツ語学校へ通わせる例もあった。外国語教育については1920年の段階では3から4年生でドイツ語が 5から6年生でロシア語が必修とされていた。この時点では英語を第一外国語とする案もあったが、教師の不足により実現しなかった。しかし、1923年には3から6年生で、ドイツ語が5から6年生で英語が必修化され、対してロシア語が初等教育から除外されている。さらに、外国語教育は、その後、1926年には一言語まで、 1928年には5年生からと縮小した。一方、1925年には国際的にも類を見ないほどリベラルな少数民族文化自治法が採択され、各民族は母語で教育を行う学校を公費で設立、運営する権利を得た。1929年の時点で国内にはロシア語1 0校、ドイツ語19校、スウェーデン語15校、ラトビア語7校、 イングリア語3校ユダヤ人、学校3校の初等学校と、ドイツ語14校ロシア語9校ユダヤ人、学校2校ラトビア語1校の中等学校、そしてドイツ語とロシア語で1校ずつの高等学校が存在した。沈黙の時代やがて、コンスタンティン・パッツによる権威主義体制が確立されると、1934年の教育改革によって、外国語教育は、 自治体及び保護者の負担によってのみ設けられることとなった。これにより、1935年には、初等教育全体の3分の1から外国語が排除された。また、エストニア人が少数派の自治体でもエストニア語での授業が保障されるようになった反面、自治体に少数民族が15人以下の場合には、原則としてエストニア語での授業が強制されるようになった。 また、ドイツ化したエストニア人を本来の姿に戻すため、親のいずれかがドイツ人でない限り、ドイツ語学校への入学は認められなくなった。1934年には再び性のエストニア語化を歌う方が成立し、これによって多くの人々が改正した。1935年には、地名、街路名のエストニア語表記が強制されるようになり、 従来エストニア5名を持たなかった土地にも、新たにエストニア5名が与えられた。スターリン・フルシチョフ時代しかし、1940年には、バルト諸国占領によってエストニアは、ソビエト連邦へ並行され、その後独ソ戦を経て、エストニア・ソビエト社会主義共和国に対する、ソ連支配は確立した。エストニア語やエストニア文化を学びつつ共存していた。 それまでの少数民族とは異なり、戦後に大量に流入してきたロシア人は自身の文化を保持したままでエストニア人とも溶け合うことはなかった。1975年の時点でエストニア国内のロシア人のうちエストニア語を十分に使用できるのは12.5%に過ぎず、これはバルト三国中で最低の水準であった。ソ連政府によって エストニアでのロシア語学習が義務化され、1956年版指導要領からエストニア語は除外された。1965年から1972年まで中等教育でエストニア語は教えられず、ロシア人生徒はロシア語だけで授業を受けることができた。エストニア語学習はバイリンガル教育とも言えない低レベルのものに止まり、そもそもロシア人が学ぶ。 第一外国語は英語が通例であった。少数民族学校は閉鎖され、少数民族は皆進学に有利なロシア語学校へ通うようになったため、彼らのロシア化が進んだ。これらエストニア文化の存立が危ぶまれる状況に、エストニア人らもロシア語の第二言語化には強く抵抗した。エストニア共産党中央委員会第一書記のニコライカ・ロータムも、 学校教育のロシア化に抵抗し、教育省、フェルディナントエーセンもエストニア語学校における、エストニア語とエストニア文学の必修化を維持した。これによって、ロシア語学習に要する時間は、民族語学習時間の削減ではなく、中東教育修学年限の1年延長という、ソ連では、例外的な形で確保された。国内のエストニア語諸島、中等学校の割合は、 1956から1957年の77%から1972年には73%まで低下したが、この割合はなお、エストニア人の人口比を若干上回っている。ブレジネフ時代以降しかし、1977年には、ブレジネフ憲法によって、さらなるロシア語教育の強化が推進され、翌1978年12月には、 エストニア共産党中央委員会事務局秘密指令、プロトコル105第1項により、ロシア語を社会生活唯一の手段とすること、そしてロシア語を愛するように生徒を教育させることが、定められた。1979年には、エストニア閣僚会議決定により、ロシア語教師の給料増額と、ロシア語クラスの定員削減が定められた。 幼稚園などの修学前教育施設でも半日のロシア語教育が導入され、1982年にはソ連ではリトアニアと並んで最も遅かったものの、小学校1年からの集中的なロシア語教育が開始された。1981から1982年のエストニア語学校におけるエストニア語授業時間は66時間であった一方、 ロシア語授業時間は41時間であった。そしてついに1983年4月、エストニア教育小作生のエストニア語学校におけるロシア語優先教育に関する5可燃計画により、中等教育の終了要件にロシア語習得が義務化された。ロシア語は第二母語とされ、エストニア語学校においても母語学習の60%がロシア語に咲かれる。 一方、第一外国語の授業は1945年の週27時間から週16時間へと減少した。1980年代末の時点でロシア語学校数は全体の3分の1に達し、それらは主に軍の中屯地や大工業地域に置かれた。そのカリキュラムはロシア共和国のものに準じたものであり、通常5年ごとに、 転勤のある軍人とその指定の都合に合わせたものであった。エストニア語に対する圧力は公的なもののみにとどまらず、役所でエストニア語の用紙を要求すれば民族主義者、ファシストと罵られ、全国の図書館からはエストニア語の書籍約1000万冊が秘密裏に処分され、印刷間際の交渉文学の原稿が突如紛失し、エストニア人の歴史的記念碑や博物館、 教会にも原因不明の放火、破壊が頻発するありさまであった。その一方で、エストニア共産党中央委員会総会は、1985年から一貫して、その討論の過半数をエストニア語で行っており、また公式文書の保管規則も、リトアニア共産党と並んで二言語での文書印刷を定めていた。とはいえ、エストニア語教育と、 ロシア語教育の非対称性は、エストニア人がロシア語に習熟する一方、ロシア人はエストニア語を理解も学習もしないという状況を呼んだ。1989年国勢調査では、非エストニア人のうちエストニア語バイリンガルは19%で、ある一方、エストニア人の59%がロシア語バイリンガルで、あり、国民の58.9%がロシア語を話すという状態であった。 しかし、同時期のソビエト連邦の崩壊に際して1988年11月にエストニア最高会議は主権宣言を発し、12月には憲法改定によってエストニア語を国家語と規定。翌1989年1月18日にはペレストロイカ期においてソ連構成共和国最初の言語法を採択した。 メンバー20人のうちロシア人を3人のみ含む作業部会によって策定されたこの言語法によりエストニア語は国家語とされロシア語は連邦の交流に必要な言語とされその他の少数語に対しても文化を発展させる権利が認められたロシア人の多くはロシア語に民族間交流語の地位が与えられなかったことに強く反発したしかし ロシア語に法的地位を認めてはロシア語優位の現状を変えることはできないとして政府はロシア人の要求を拒否した。6月には国家労働社会問題委員会がエストニアソビエト社会主義共和国における言語運用能力要求の適用に関する手引きを作成し職場ごとに必要とされるエストニア語能力を規定した。この手引きは大統領 政府メンバーオンブズマン、裁判官、心理医師などの専門職に流暢なエストニア語能力を要求するもので、ロシア人の政界進出にとっては著しく不利な内容であった。職業別の言語能力確保は4年後の1993年2月1日が期限とされ、政府は成人教育用に33の言語センターを設置し、希望者に対するエストニア語の教育と、 言語能力テストも実施した。1990年には、言語政策の策定、言語法の遵守の促進と監督、不履行への処罰を受け持つ、言語監督庁が設置された。言語法制定以降、公式資料はロシア語優先から二言語ないし、エストニア語での作成へと転換し、ロシア語や二言語による、看板、標識、外国語風の企業名は、 公的空間から一掃された。しかし、政府広報誌はロシア語でも発行され続け、地方行政ではロシア語のみで運営された地域も残された。法廷や行政機関でも個人はロシア語の使用が許可され、ロシア語のラジオ放送も国内全土で聞くことができた。成人に対するエストニア語教育の経験不足から、その使用は浸透せず、言語能力テストも、 不適切な水準であり何ら実用的な結果を残せなかった。そもそもこの段階の言語法はロシア人最高会議議員に配慮したこともあり、その人はロシア人のバイリンガル化であってエストニア語による一元化ではなかった。その後、エストニアはソ連から独立回復を達成し、1992年6月に採択した新憲法の第6条において、 エストニア語はその国家語と規定された。一方、ロシア語の地位については明記されなかった。法文においては、すべての市民が国家機関あるいは地方自治機関においてエストニア語を使用し、エストニア語で回答を得る権利を持つとされたが、例外的に、その地域の住民の多数が非エストニア語を使用している場合、地方自治体は地域内に流通する言語として、 地域の英住民の多数派言語を使用できるとされた。個人及び集団の言語権は基本的人権として認められ、言語を理由とした差別も禁じられた。しかし、同時期にエストニア政府は1940年6月以降に移住してきたロシア人に対しては自動的な国籍不要を認めないと決定した。さらに、 復帰された1938年国籍法によって、エストニア語能力が機械要件とされたため、エストニア国内に居住する大多数のロシア人は無国籍状態に追いやられることとなった。加えて、1993年6月に可決の外国人法によって、実質的なロシア人の国外退去までが定められるに至って、全欧安全保障協力会議や、 ヘルシンキウォッチ、欧州評議会などの国際調査団はエストニアに反路政策の見直しを要求した。結果、外国人法の修正とともに、機課要件についても、1505程度の日常、会話能力へと緩和がなされた。11月には、1925年の法をもとにした、少数民族文化自治法が採択され、ロシア人を含めた3000人以上の少数民族に、 対しても文化的自治が保障された。1995年言語法しかし、1995年2月に新たに制定された言語法では、ロシア語に与えられていた特別な地位はなくなり、その他の外国語と同列とされた。これは、妥協的な1989年言語法では、多数派の言語権を十分に保障できなかったためで、 あるが、少数民族の人権状況を監視する、国際機関とのさらなる妥協として、少数言語の使用権も明定された。言語法によれば、公文書はエストニア語で作成されねばならず、エストニア語を介さない個人に対して、外国語を使用するかは、役人の個人裁量によるとされた。そして、公的機関及び私企業で使用される言語は、政府が決定するとされた。 11月に国連自由権規約人権委員会が決定した所見においてはロシア語話者が行政職に採用されにくい状況がロシア人が差別なく公的サービスを受けることができない現実をもたらしていると指摘されている。また所見はエストニア語能力が機械要件とされている点についても有料を示した。他方、この時期に至っても国内にはエストニア語を全く 会社内住民が約30万人いると推定され、また警察機関ではロシア語のみが話され続けていた。大統領の抵抗翌1996年1月には公務員に要求される言語能力が3段階引き下げられる一方、公務員と国会議員に対してエストニア語能力試験を課すことが定められた。同年の改正。 国会議員選挙法と地方議会議員選挙法によって立候補者に対するエストニア語能力の要求は引き上げられ1997年11月には議会が政治家、公務員のみならず民間企業に対してもエストニア語能力を課す言語法第5条改定案を採択した。しかし、レンナルト・メリー大統領はこれへの署名を拒否して議会へ差し戻し、 さらに翌12月には議会が差し戻された法案を修正することなく再採択した。これに対してメリワとして改定言語法案の意見確認訴訟を最高裁憲法審査部に提起した。そして最高裁憲法審査部もとして言語法第5条改定案に対する意見判断を下した。さらに続いて当選を取り消された。 ロシア系地方議員が提起した意見確認訴訟によって現行の地方議員選挙法と言語法に対しても意見判決が下された。選挙法と言語法は翌1998年12月に改定され、加えて CSCE の後ろ身である欧州安全保障協力機構の勧告に従い2001年11月の 選挙法改定で立候補者の言語能力は要件ではなくなった。しかし同時に議会の審議ではエストニア語を使用することも確認された。EU への情報、我々はバルト三国の言語を学ばされるべきではないという意見に対するエストニアのロシア人の回答を強く、賛成賛成わからない反対強く反対その後の欧州連合との関係強化を受けて、 1999年2月にエストニアは言語法の再改定を行った。これによってエストニア語の保護はさらに拡大され、私、企業や NGO においても商品、サービスの提供におけるエストニア語の使用が義務付けられた。しかし、OSCE はこれに対し、私的分野にまで踏み込んだ。言語規制は人と資本の自由移動を求めた EU の規定に、 定職すると抗議し、エストニア文化委員会議長、ラウリバフトレノ側も、エストニアには、エストニア人が、少数派の地域もあるのであって、ヨーロッパには、そのような例はないではないかと反論した。しかし結局、翌2000年6月には、EU と OSCE の勧告を、ほぼ全面的に入れた形で、言語法の修正が行われた。民間分野における、 エストニア語の使用義務については、公益によって正当化される場合のみ規定されるとの、文言が追加され、一定期間国内に滞在する、外国人専門家に対するエストニア語能力の、要求も削除された。だが2003年3月には、なおも自由権規約人権委員会が所見を決定し、選挙の立候補者に対するエストニア語能力の、要求放棄、他言語での選挙活動の緩和、 言語法の柔軟な解釈による、ロシア人の雇用拡大、ロシア人が集中する地域でのロシア語の公的表示、などが勧告されている。ファー、プログラム言語法が国内外で議論を呼ぶ一方、エストニア政府は1998年3月、非エストニア人統合基金を設立し、エストニア北東部のロシア人警官、教師、自治体職員、 医療従事者などに対する専門訓練を開始した。ついで10月には、エストニア政府、EU、国連開発計画の3者による、エストニア語教育のための EU ファープログラムが、発足した。ファープログラムに基づいて、2000年には7000人が、無償のエストニア語講座を受講し、また、エストニア北東部の非エストニア人警官、兵士、医療従事者、失業者などに、 優先的に、言語、職業訓練が実施された。1998年から2001年までの夏季には、ロシア人の子供たちのべ9000人が、エストニア語キャンプやエストニア人家庭へのホームステイへ参加している。教育改革翌1999年の教育症例では、非エストニア語総合生学校では卒業試験を、普通教育学校では、 国家試験をエストニア語で実施することとされた。また、公用語教育カリキュラムの変更により、すべての非エストニア語学校で1年生から、エストニア語学習が開始されるとともに、非エストニア語話者の教師の言語能力、職業適性がチェックされることとなった。同年12月にはカナダ国際開発庁、トロント学校当局、フィンランド欧州評議会の4社による、 合同プログラム、エストニア語学校への言語イマージョンも開始された。このプログラムにおいては、幼稚園では授業の50%以上を、1年生では全てをエストニア語で行い、2年生後期からロシア語を教授言語として使用し始め、7年生の始めからは教科の50%をロシア語で教えるものとされた。翌2000年3月には国家プログラム、 エストニアの社会統合2006-2007が議会で承認され、初等教育卒業者にエストニア語中級能力を、中等教育卒業者に日常生活と勤労に、必要なエストニア語知識と、さらなるエストニア語学習能力を持たせることが、その課題として掲げられた。しかし、2002年3月になると、基礎学校、普通教育学校法が改定され、 住民が希望する場合には2007年以降もロシア語教育が継続されることとなった。翌4月に施行された改定基礎後期中等学校法では後期中等教育においてエストニア語以外を教授言語とすることも認められた。翌2003年からは同一言語を使用する生徒が10人以上いる場合、保護者の要求に応じて学校長が週2時間の民族言語、 文化に関する事業を許可できるようになった。2007年には教育改革によって、後期中等教育におけるエストニア語での授業割合を60%とすることが定められ、同年には憲法全文にエストニア語の保護を国家の責務とするとの文言が追加された。1993年6月制定の初等中等教育法以来、 激しい論争の末に延期されてきたロシア、五中等学校へのエストニア語の授業の導入と国家予算配分の打ち切りも2007から2008年度から開始された。一方ロシア語学校については2008年以降も全授業をロシア語で言って構わないとする例外規定も設けられており2014年の時点でも多くのロシア語学校は60%規定を満たして いない状態となっている。また、少数民族学校に対してはエストニア語のみを排他的に用いるような勧告はなされていない。社会統合の進展エストニア在住者の言語能力の世代別推移エストニア語、ロシア語、英語、フィンランド語、ドイツ語、その他ロシア人の統合に向けた取り組みの結果、エストニア語能力を有する。 ロシア人の割合は1989年の15%から2005年には42%に上昇し、若年層のエストニア語能力が向上した。同時期には、地方自治体の10から12%が作業言語としてロシア語を使用していたが、この割合はロシア人の人口比を下回っている。一方、同年に至っても、タリンのロシア人のうち16%が、 ナルバのロシア人のうち62%がエストニア語能力を有さないままであった。しかし、2000年代に入るとナルバにも初頭、中東一校ずつのエストニア語学校が開校し、調査でも住民たちのほとんどがエストニア語で子供に教育を受けさせたいと回答している。同時期の調査では、ロシア国籍者のエストニア語能力に低下が見られるが、 これは彼らがエストニア語の使用機会の限られる北東部に集中し、またその大部分が年金生活者であるなど高齢化が進んでいることが理由とされる。無国籍者にはロシア国籍者よりも高い向上が見られ、彼らが日常生活、就職あるいは帰化のためにエストニア語能力を必要としていることを示唆している。独立回復後。 ロシア国籍者の28%がエストニア語を学習し、69%が全く何もしていないと回答するのに対し、無国籍者はその約半数がエストニア語を学習していると回答している。また、帰化者の58%は国籍取得後もエストニア語学習を継続している。2008年から2017年までの間にロシア人がエストニア語を話すことは、 相互信頼につながると考えるものの割合は、エストニア人で53%から77%へ、非エストニア人で29%から64%へと高まった。エストニア語能力を持つ者ならばその民族は問題ではないと考えるエストニア人の割合も24%から66%へ上昇した。その一方、 エストニア語を身につければヒエストニア人でも良い食につけると考えるものの割合はエストニア人が59%から74%へ増加する反面ヒエストニア人では80%から61%へと減少している2004年8月に政府が承認したエストニア語の発展戦略2004-2010の20においてはもはやロシア語の存在は主眼ではなく グローバル化の中でのエストニア語の保護が念頭に置かれた。非エストニア人のエストニア語能力が向上する。一方で多くの生活分野に英語が浸透してきた状況を受けて2011年に策定された新言語法では従来よりも言語景観に注意が向けられている。タリンや観光都市のパルヌハーアプサルが晒されている英語化の圧力に対し、新法は 公的情報並びに広告についてエストニア語話者が少なくとも観光客と同レベルには情報を得られる程度のエストニア語を使用するよう求めている。また国内でエストニア人とロシア人が一疎通に英語を用いることを不適切と考えるものの割合も2008年から2017年までの間にエストニア人で7%から22%へ ヒエストニア人で14%から37%へと高まっている。ありがとうございます。